品です。今回はドリームカプセルウェブショップ限定の福袋開封していきたいと思います。前回は1500円のスモール開封してみました。今回はこちら3000円のビッグ開封していきます。早速開封していきます。まず一つ目、ミニーちゃんのフィギュア。めっちゃ豪華じゃないですかこれ。500円とかしそうなガチャガチャですよね。よく見たらここもミッキーなんだ、すごい。二つ目はこちら、鬼滅の刃座らせたい親方様。持ってなかったです。鬼滅の刃の缶バッジ、猪之助だこの缶バッジ見るとドリームカプセル思い出す。仕事猫東京リベンジャーズマイキーのアクリルスタンド、かわいいです。うわー、やめてくれこれはこういうの入れるのやめてやばい、もう映らない映らない。これ編集メンバーに作ってもらいました。昆虫新聞芋虫編、これなんか新聞の名前なのかな。これだけはねちょっと自分で組み立てることができませんでした。このスタンドまでついてて編集メンバーが感動してました、すごいって。セメダインミニチュアキーチェーン、こちらのセメダイン C C っていうのかな、こちらゲットしました。めっちゃかわいい。蝶の標本、本物じゃないんですけどめちゃくちゃリアルです。動物の森の世界だ。誰かの家のピンポン入ってましたおお、ありそう。ちょっとレトロな感じ。ミニダストボックスのイエロー、いいじゃん。待ちぼうけ野菜の場合その3、誰か買ってあげてください。カプセルラバーマスコット、これなんだろう、何のキャラクターかな。こちらのラバーマスコットゲットしました。超かわいいシナモロールです。パグ散歩実はこれマグネットです。早速冷蔵庫とかに貼ろうかな。めっちゃ似てる、すごい。このラバーマスコットてかね、全員似すぎじゃないですかこれ田中さん、天敵っぽいポーチ、隅っこ暮らしの小物入れ、隅っこ暮らしの大きなマスコット。おーおーおー、どうしたどうした、ちょっとなんか体調悪いのかな。ちょっとなんか体調悪くない、イースターエッグみたいになってる。すごいです、これパズルだそうです。クリアパズルコレクション、植木町デンマーク、コペンハーゲンゲットです。ラジカセと CD ラジカセ、開いた。いや私ねこれ持ってないんですよ。めっちゃ嬉しい。わーすごい、バーバパパシリコン小物入れ、ワクワク演奏会。おおおお、かわいい。手動です、これ太鼓叩かないのかな。お、こうだ。ウルトラマンのアクリルキーホルダー、これは何だろうか、謎のフィギュアです。東京リベンジャーズ橘直人のアクリルスタンド。直人、名探偵コナンの座らせたいとかじゃなくて縮ませたいだそうです。わーすごい、これ変身できるのかな。これ別売りのおもちゃと連動できるみたいです。すごジョジョの奇妙な冒険、すごいクオリティ高いフィギュア入ってました。スイマーのフレームキーチェーン、ハンバーガーだ、めっちゃ嬉しい。またまたこちら、なんだろう、グループなのかな。こちらです、アンパンマンライトブレス。おおすごいすごいすごい、レインボーに光る。これはねちっちゃい子喜ぶんじゃないかなって。ペンギン身体測定アクリルスタンド、ミッフィーゆらゆらキャンドルコレクション。すごい、本当に揺れてるみたいに見える。燃え尽きた猫すごい、これトロピカルーチェプリキュアのドレッサーみたいなんですけど、トイザラスの福袋のやつじゃないかな。ミニチュアバージョンかな。すごい、これだよねすごい、2個も来ちゃった。ミニチュアサイズと本物、わわわわ、すごい。50周年のスヌーピーのポーチ、かわいい。このカエル結構よく見たことある。フルーツポーチコレクション、めっちゃでか。カービィのフィギュア、キツネのお面、キツネの婚礼のお嫁さんです。かぐや様は告らせたいのラバーマスコット、刀剣乱舞のラバーマスコット、シンデレラガールズのラバーマスコット。あ、これガシャポンくじだ。エヴァンゲリオンのガシャポンくじ、缶バッジゲットです。事務的なマステ、仮面ライダーだこれ。おお、うわ、めっちゃ演技良さそう。猫菩薩白夜観音、
ということで、ガチャガチャすべて開け終わりました。数えてみたんですけど、ちょっとね、数がありすぎて合ってるかわからないんですが、40個っていうところがなんと50個入っていました。いや、めちゃくちゃお得じゃないでしょうか。これはぜひ前回の1500円の福袋の方もチェックしてみてください。